はい、皆さんこんにちは。今日も右調式ビルマ語の文字と発音よろしくお願いいたします。今日は第19回その他の母音表記その3ということでございますね。その他の母音表記和を使ったね、この表記発音がなかなか癖もんでね、和は癖もんでございますよ。ですからね、2回に分けてお話しております。今日はその2回目で、前回は、ね、このように二重子音の和とアンが結合してうんって音になりました ね。でこの読まない字母のところに、いろんな子音を当て込んでいくわけですけれども、ちょっとここで練習してみましょうか。この運の練習 ね。例えばこんなのが入りました。何ですかこれ。カーです ね。無気音のカーが入りましたから、これの発音はクーン、ね、クーンというふうになるわけですね。成長度外視してますからね、クーン。じゃあこれ、これ何ですか。これニャですね、ニャ。ですからこれの発音はニョンというふうになるわけですね、ニョン。じゃあ同じような感じでここに和を入れましょう、ね、そうしたらこうなるわけですよね、発音的にはね。ワン、ね、ワン、ワン、ね。ただ表記としてこの和の下に和が入るっていう表記はございませんから、こうなるわけですよ。でこれでワン、ね、ワンっていうふうな発音になります。じゃあちょっと角度変えます。これアンでしたね、アンね、そして赤いこの読まない字母にいろんな子音が入っていくわけですが、ここに例えばこんな風に和入れちゃいましょう。そうするとどうなります？ね、ワンになるわけですね。ね、ですから先ほどのね、ワンの表記とこのワンの表記同じなんですね。ということで、ね、これはまあ基本的にね、ワンっていう風に発音しますが、ワンと発音する場合もあるということでございますね。はい、声調つけましょう。ね、ワン。ウンウンウン、ね、このなったをまったに書いたり、てててに置き換えたりすると、ね、まあ、そうなるよっていうことを書いておきました、ね、これは法則でございます。まあ、ただ、この白くしたやつはビルマ語のスペルとしては存在しないということで、ただここの部分はね、その無理して覚えなくても、ね、問題にならないと思います。むしろ、ね、この白くしたところも外来語で使ったりしますからね、はい、ということでございますね。はい、じゃあね、これちょっとね、実践的に見てみましょう。このね、ワン、ね、ワンっていうの、ナタをマタに変えます。ただこれ、マタに変えて実践的に見ようとしても、これ、ほら、わかります？白くしちゃったところにありますね、ど真ん中にね。こういうスペルのビルマ語はないっていうことなので、ね、ここに、はい、三声にしちゃいます。ね、三声にしちゃったらありますよね。こういうね、スペルの単語ありまして、この、ワン、ね、単語で、単独で発音すると、ウォンと発音しますが、これはいろんな意味があるんですけど、まあ、心というようなね、意味もございます。ただですね、ビルマ語はね、熟語がね、とっても多ございましてね、これもウォンっていうのも、ね、何かとくっつけて、こんな風にね、熟語にして覚える必要があります。うん。まあ、どんな意味かっていうのはちょっと後にしまして、とりあえず発音いきましょう。ね。これはね、ウォンですね。これはウォン。ね。そして、これは、はい、何ですかね、これ。覚えてますか？はい、舌を噛む、タですね。子音のタ。これはこれは無気音のタですね。タ、タ、タ。どこが違うんだろうって感じのぐらいね、私にもよくわからないぐらいですが、はい、ビルマの人たち、ミャンマーの人たち、ね、区別しない人たちいるんです、実は。うんね、ですから皆さん、区別できなくても、あまり心配しなくてもよろしいんじゃないかと思うんですね。ただ区別しない人がね、実際ミャンマーにいらっしゃるって言っても、うん、なんていうか、こう辺境の人たちじゃないかなってね、思ったかもしれませんよね。違います。これを区別しない人たちはミャンマーの辺境どころかど真ん中の人たちです。ど真ん中、ちょっと位置の話になりましたからね、地図見ましょうか。これにあまり興味がない人はね、こう飛ばしちゃってもいいですよね。これ東南アジアの地図、ミャンマーここでございますね。ど真ん中、グレーになってますね。ね、私今ここの話をしようとしてます。ちなみにこの地図は気候区分を表していて、赤色のところは熱帯ですね。ですからミャンマーね、熱帯ってイメージあると思いますが、ね、ヤンゴンなんかも熱帯で、雨季なんかはよく雨が降りますね。ね、ところがこのグレーのところはですね、これは気候が、サバナ気候って言いましてね、雨季でも雨が降らないんですよ。ドライゾーンです、ドライゾーン。ね、ここがミャンマーの文化の中心地です。マンダレーとかバガンとかあるのはこの辺りなんですね。
で、この辺りのことをアニャーって言うんですね。まあ、日本語では上ビルマって言われることもありますが、ここがミャンマーの文化の中心地で、でちょっと、アップにしましょう。ね、はい、マンダレー、ここにあります。ちょっとこのね、帰国文、ちょっと不正確ですね。ここもね、グレーにすべきですね。ね、そして、ここは、ほら、バガーン。ね、そして、このアニャーにはですね、もう一つ重要な街があって、メティラーっていう街があるんですね。この辺りがアニャーと言われるドライゾーンで、ビルマ文化の中心地で、食べ物、ね、音楽、さまざまな芸能、ね、いわゆる中心地はね、こちらなんですね。はい、アップにしましょう。で、なんだかよくわかんないですね、こんな黒いからね。Google マップに変えて、はい、この辺りがバガーン、この辺りがメティラー、ね、そしてその中間に、はい、チャオバダウンっていう街があるんですよ。このチャオバダウンっていうのは、もう本当にね、ちょっとね、ちょっと片田舎なんですけども、ここはサインワインっていうね、音階を奏でる非常にユニークな打楽器がございましてね、これのまあ本場ですよ。たくさんね、楽団があってですね。で、そこなんか本当にビルマ文化の中心地の一つと言えるんですけど、そこのチャバダウンの人たちが、ターとターを区別しないんですね。うん。ですから、まあ皆さんね、あまり区別ができなくてもね、気になさることないです。うん。それ以外のところがちゃんとしていれば問題なし。実際そのチャバダウンの人たちはね、発音にね、区別をつけてなくても普通に生活してますからね。それ以外をしっかりできるようにしましょう。はい。ということで、はい。次はこれでございますね。母音でございます。ね、これは何でしたっけ？そうですね。あーっていう2声の母音ですね。あー。これは？これも2声です。ええー。両方とも2声で、あー、ええー、ですね。はい。ですから、さあその辺を合わせて全部どうやって発音するかっていうと、ね、最初がね、ウン、ウン、その次はタッタ、次はテですね。ただ、これ一つ一つ発音するとそういう感じですが、まあ、文章として発音すると発音が変わります。ね、最初のこの「ウン」ね、単独で発音すると「ウン」です。皆さん、三声、ね、第三声調はこれまたちょっと癖もんでしてね、単独で発音すると「ウン」と最後ちょっと気持ち下がる感じですよね。「ウン」ちょっと下がる感じです。これが後ろに何か別の音がくっつくと、ウォンじゃなくて、ウォン、上がりっぱなしになります。ウォン。ね。ですから、ね、後ろにターって音がついてますから、ウォンターではありません。ウォンターというふうになるんですね。ウォン、上がりっぱなし。ウォンター。ね。このようになるんですね。ウォンター。ね。このようになるんですね。そして、その最後が、テーって書いてありますが、ビルマ語はよく濁音化します。ね。ですから、このテーも、でーっていうふうにね、濁音化するんですね。ですので、これは全部発音すると、ワンターで、ワンターで、こういう発音になるんですね。はい。で、ようやくちょっと意味いきましょうかね。ワンっていうのは、ね、これは心って言いました。ターっていうのは、天気がいいとか、幸せだとかね、心地よいとかね、なんかね、そういうような感じのね、言葉で、ね、ワンとターがくっついて、ワンターで、これでね、嬉しいっていう意味になります。うん。ただ、ワンターだけではね、ちょっと言葉として成立しないんですね。日本語で言うと、ですみたいな。英語で言うと、be 動詞みたいな。なのが最後の、でなんですね。このでがつかないとダメです。ね。ワンターで。動詞だとか、形容詞なんかにこのでがついて、そして一つの文章になるわけですね。はい。最後もう一回。ワンターで、嬉しい。はい。さあ、先ほど、ワン、ワンですね。単独で言うと。ワンは、ワンとも発音するって言いましたね。実際この嬉しい、ね、当たる、この表現ですね。ワンとも言うんですよ。ワンだけじゃなくて。で、これもやっぱり、後ろにターって音がついてますから、ワンじゃなくて、ワンって上がりっぱなしです。ですから発音は、ワンターで、ワンターで。ね。こう発音してもいいんですね。で、むしろね、なんか私これワンターでって発音している人が多いような気がするんですけど、私の耳が悪いんですかね。ね、実際ね、先ほど言ったアニャーの人たちですね。アニャーの人たち結構ワンターでっていう人多いような気がしてますね。さらにですよ。ウィンターで。ね、こんなのもあるんですね。ね、これ単独で発音するとウィーンですが、ね、後ろにターがついてますから、ウィンターで。ね、こういうふうに言う人もいて、
これもね、やっぱりね、アニャーの人たち、このウィンターデーっていう人結構多いような気がして、いや、何を隠そう、私がですね、この、私はアニャーの人じゃないですよ、日本人ですからね。でもですね、この嬉しいっていうのを覚えたときに、最初に私ね、ウィンターデーって覚えたんですよ。アニャーの人に教えてもらっちゃったんでね。はい。なので私はアニャーの言葉でね、ウィンターレって覚えちゃった。で、どうやって覚えたかというと、くだらない覚え方なんですけどね。ね、ミャンマーの人ね、なんか暑いのよりもなんか寒い、涼しいっていうのを好みますよね。ね、寒い、涼しい、冬。ね、冬が好き。冬だと嬉しい。ウィンター、ウィンターで、ウィンター、嬉しいと。なんか、ね、つまんない覚え方をしたもんですが。ね、正式な発音はね、ウィンターレ。でも、ワンターレも多いかな。ね、ウィンターレは、まあ、少数派かもしれませんが、まあ、覚えておくのも面白いかもしれないですね。はい、じゃあちょっとね、持ってみますと、ね、ウン、ウン、ウン、ウッ、ね、ウン、ウン、ウン、ウッ、ね、いう感じですが、ね、これ、マッターに置き換えて、で、上、ね、第一、第二声調はね、まあ、スペルとして存在しないから、ちょっと薄くしておいて、で、このウンっていうのは、ワンとも発音するわけですね。ね、そしてさらに、ウィーンともね、ちょっとおまけ的に言いましたが、発音するわけですね。ね、第4声調ちょっと見ていきましょう。ね、第4声調はね、んがなくなって、ウッって言うんだろうわけですね。ウッ、ウッ、ウッ、ウッじゃなくって、ウッですね。W が入るわけですからね。じゃあそんな感じで、ね、じゃあワンとも発音するから、これ、んがなくなって、ワッって発音するかなって。結構ね、これ皆さん間違えるかもしれないよね。これちょっと元々のこれスペル見てください、これ。ワーにタッタ、パッタつくでしょ。で、タッタ、パッタって、あって発音ですよね。だからこれこのまま単純に読んじゃうと、ワーですよ。だけど、ね、これは、このワーってのの癖もんなんですよ。これワーって発音しないで、ね、ワーって発音する。ワーって発音してはダメです。ダメなの。そうも発音するって思っちゃダメ。これダメなんですね。ね。じゃあ、ウィーン、ね、んがなくなって、ウィッ。ね、これありかなって、いやそれはないだろうって思うかもしれないんですけど、これありなんですよ。ね、面白いね。ワーはね、味わい深いですよ、くせもんで、ね。ということで、このね、ワーにタッターパッターがつくと、まあ基本はウィッですけれども、ウィッとも発音して、ね、例えば基本単語ですね、服を着る、着る、これはね、ワーにタッターなんですね。これはまあ基本はウィッですけども、ウィッって発音してもいいんですね。はい、ということでね、はい、ちょっとまとめておきますと、ね、ワンと発音するやつはワンと発音してもいい、ね、たまにそういうことがあると、ね、ウッと発音するやつ、ね、ワッはダメだけど、ウィッはありなんですね。ね、ということで、いやいやいや、このワーっていうのはですね、なかなかのくせ者で、なかなか味わい深いですね。はい、じゃあ今日はこういうことで、ね、お疲れ様でございました。ありがとうございました。